にちは、シエルです。声がなんかガラガラしております。すいません。なんか今日ね、一日過ごしててなんかうまくいかないことがあってね、5個ぐらい着たかった T シャツを探してたんですよ。どこにもなくって、洋服が入ってる引き出し全部開けて、もう全部出して、で衣装の棚からも洋服全部出して、結局なくて、そう、それでも今部屋の中泥棒に入られたみたいな感じ。それぐらいもうぐちゃぐちゃしてて、なんか今日はもううまくいかないなと思って、しかも声もこんなだし。そしたらなんと支援物資が届きました。イエーイ。ということで、さあ開けていきたいと思うよ。開けてみよう。なんでしょうか。すごいの入ってた。ちょっとチラ見してる、チラ見してる、やばいやばい。すごい欲しかったやつ。音で当ててください。正解はこちら。はい、こちらジグソーパズルです。最近パズルがやりたくて、パズルやりたいやりたいって言ったパズルくれた。このディズニーのこの絵を見て、これはどういうメッセージ？永遠の誓い、ウェディングドリ。ドリームだったのかな。ドリーで止まってるけど、独身なんだけど、あれかね、パズルを作りながら寂しさを埋めてねってことかな。この幸せオーラが出てるでしょ。だから多分あれだね、一緒に幸せになってねってことかな。本当に最近ずっとパズルやりたくて、パズル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 って言ってた。そうだから、すごい嬉しい。このパズルを完成させた時になんかすごい達成感で満ち溢れると思う。と毎日このミッキーとミニーどこかしらが作られた時に、こうあーって幸せだな、ハッピーって多分なれるんだと思うよ。めっちゃ可愛いじゃん。2000ピースだって。ギュッと2000ピースって書いてる。どのぐらいでできるんだろう、2000ピースって。結構多いよね。支援物資、食べ物かと思ったらパズルでした。毎日一人でいるからさ、パズルいいと思うんだよね。なんか目標置いて、なんかこうちょっとずつ作り上がっていく感じの目標ができるといいなって思う。楽しみ、やろう。こちらのパズルとともに幸せになりたいと思います。数あるパズルの中からこの絵を選ぶというね。なんかさ、海外のディズニー来年までお休みかもみたいなニュース出てたよね。ディズニーランドね、行きたいよね。ディズニーランド行けない分これでね満たしたいと思います。はい、ということで今日は支援物資がまさかのパズルという、そんなあれでした。あ、なんかあれじゃん、合わせてないのにこの色合い、この色が合ってない。もうパズルとか10年以上やってないから、だからこそなんか楽しみたいよね。日向ぼっこしながらパズルを作りたいと思います。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。すごい可愛い。